INSEE コードはフランス国立統計経済研究所が管理する符号の総称。個人を識別する個人台帳登録番号や行政主体を区別する公式地理コードなどがある。医療受給のためのビタルカード、ニアが記載されている。フランス人は出生時にフランス国立統計経済研究所が管理する全国個人識別台帳に登録され、 個人一人一人に識別番号が付与される。この番号が個人代帳登録番号である。ニアは社会保障番号とも呼ばれている。ニアは性別、誕生年月、出生地などに基づいて決定される13桁の数字と末尾のチェックディジット2桁の合計15桁で構成されている。多くの行政手続きで使用されている。フランス国立統計経済研究所は 公式地理コードと呼ばれる行政主体を区別するためのコードを管理している。公式地理コードはフランスの地域県、県、軍、小ごコミューンなどの個々の行政主体に対して付与されている。コミューンの場合、全国36,778団体に5桁のコードが個別に割り振られている。ありがとうございます。